高知から J リーグ入りを目指す高知のサッカーチームアイゴッソ高知の生配信番組アイゴッソ .tv です。毎月1回生配信でお届けしており、今回が3回目となります。放送時間予定より遅れました。申し訳ありませんでした。この番組なんですが、定期的にアイゴッソ高知の情報を動画で発信している YouTube 専門チャンネルアイゴッソチャンネルにもアップをしています。過去の放送も振り返ることができますので、ぜひ皆さんご覧になってくださいね。このアイゴッソ .tv は株式会社バイエルンオートの提供でお送りしており、今私はそのバイエルンオートさんの店内の特設スタジオからお届けしています。司会進行役の伊藤美佐子です。この番組では毎回ゲスト、そうです、選手の皆さんをお迎えしているんですが、今回はこの皆さんです。自己紹介お願いします。はい、じゃあ順番に行きましょうか。はい、アイゴッソコーチ6番岡田慎之介です。チャッピーチャッピー、ありがとうございます。ニックネームがチャッピーなんですよね。はい、はい、前回の4月26日の試合では MVP を獲得されたと。はい、ありがとうございます。リラックスしていきましょうね。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、18番の横田翼です。よろしくお願いします。はい、横田選手は J3 ガイナーレ鳥取にいて、昨年ね、そのチームで活躍されて、今シーズンはアイゴッソコーチでということで、はい、そして最後はこの方、28番酒井龍也です。よろしくお願いします。南国コーチ FC 次第にね、所属されていて、ちょっと印象では色の黒い神木隆之介くんっていう感じが言われませんか？いや、全く言われないです。あ、そうですか、はい、なんかちょっと似てるなと思ったんですけど。本当ですか？はい、あ、そんなことない。首かしげてる。あ、そんなことないか、ないです、ないか。はい、今日はこの3人にお話伺っていきます。皆さんはね、現在四国サッカーリーグの試合のもう真っ只中ということで、今ね、これまで4試合が行われたという状況なんですが、これまでのアイゴッソコーチの試合を VTR で振り返っていきたいと思います。まずは開幕戦です。こちらの VTR をどうぞ。3、2、1、よろしいでしょうか。
本日メジャー一戦のヒーローは14番奥田博樹選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。それは聞かないことにしましょう。このヒーロー奥田博樹選手でした。ありがとうございました。ということでご覧いただいた開幕戦ですが、ロッサライズ KFC との試合でなんと得点は8対0でアイゴストコーチが勝利しました。この試合について選手の皆さんにお話を伺っていきたいと思いますが、岡田選手、この開幕戦振り返ってみてどうですか？開幕ということでやっぱ皆さん、うん、皆さんっていうかみんな皆さんすごいやっぱ緊張してた部分もあったし、やっぱ重かった部分もあったんですけれど、うん、やっぱ先制点が早い段階で取れて、しかも結構綺麗なゴールっていうよりも泥臭いゴールで、まあ、早めに点が取れたっていうことでリラックスできたし、うん、やっぱ守備陣もゼロで抑えて、まあ8点っていうのが多いのか少ないのか、また何とも言えない状況になるんですけれど、まあ、しっかり勝ち切ることができてよかったと思います。まあ、開幕戦っていうプレッシャーもねあったとは思いますが、もうファンの皆さんもこの日待ってたぞっていう感じで、本当にスタジアムがね賑わっていたのを覚えてます。そうですね、雨が小雨かなんかでちょっと降ってたの中でもやっぱ880人が来てくれて、すごくやっぱありがたかったですし、すごく僕らの力になったので、うん、助かりましたね。やっぱり試合前はお天気が悪いということで、お客さん来てくれるかなっていう不安もありました？そうですね、やっぱアイゴッソの初年度が晴れてて1000人来たので、うん、まあ、そこまで雨が降ってるんで来れるかどうかっていうのがちょっと不安で、うんうん、まあ、蓋開けてみたら800人以上っていうのはすごくびっくりしましたね。うん、開幕戦から好スタートといった感じですね。今回のこの第1節の試合は MVP が奥田選手ということで、あと金橋選手もハットトリックを、ね、決めましたが、フェイントのゴールが結構スタンドが沸きました、あの瞬間。そうですね、結構沸きましたね。なんかいろんな見せ場が、ね、あって、選手のみんなが本当に一生懸命で輝いてました。ということで第1節を振り返りましたが、続いては第2節です。中村クラブとの試合です。ダイジェストをどうぞ。
城内優太選手です。お疲れ様です。ありがとうございます。どうぞどうぞ。チームは早かったですね。たまたま胸と足がうまいほどいったので、はい、第2節の試合をご覧いただきました。中村クラブとのこの対戦、お話は酒井選手に伺っていきますが、酒井選手は先制点、筒井選手とともに絡んでの、まあ、1点目を決めたわけですよね。そうです ね、はい、この試合を振り返ってどうですか。この試合は、まあ、相手がかなり引いている状態で、なかなか点も入れないまま、まあ、2点で前半を終えてしまったんですけど、まあ、後半から入ってまあ、点を決めたジョー君だったりとかが、まあ、流れを変えてくれたので、まあ、それであとは映像には映ってなかったんですけど、守備の面ももっとこう安定感のある守備をして、なおかつ点ももっと取っていけたらいいなっていう試合でした、ね。はい。まあ、課題としてはいろんなところも見えてきた試合ですか。そうですね。でもまあ、ミーティングだったりとか、まあ、その反省点を話す会は開いてたんで、はい、まあ、それで、まあ、次節に向けての改善点は、うん、まあ、出したんじゃないかなっていうのがありますね。うん。そしてこの試合が、まあ、6対0で勝利となって、次の第3節に、ね、向かっていくわけですが、第3節が多度津 FC との対戦でした。ダイジェストこちらです。
5番吉川明選手です。次も試合に出て得点に絡めるようにやっていきますんでよろしくお願いします。ご覧のように多度津 FC との試合は5対2でアイゴストコーチが勝利となりました。横竹選手、この試合は振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、なかなか試合展開がうまくいかずに、まあ、失点もしてしまって、まあ、内容的にはいい試合ではなかったんですけど、まあ、でもチームのやろうとしていることは、まあ、徐々にいいですけどできてきてたし、まあ、もっともっとこだわるところはたくさんあるんですけど、まあ、でもちょっとずつ進歩してきてるなっていうのはあるので、まあ、あんまりネガティブに捉えずに、これからどんどんもっと進化していこうっていう試合のゲームでしたね、はい。まあ、手応えも、ね、あったように、確かに取って取られてでこの繰り返しでちょっとハラハラドキドキ興奮もするゲームではねあったと思うんですけど、でもまた手応えも感じられて次の試合に向けてね、はい、大事な試合になったんじゃないかなと思いますが、でこの後ですが第4節は4月26日にレアマスコーチ FC と対戦しまして、こちらは3対0でアイゴストコーチが勝利しました。この第4節のダイジェスト版は後ほどですねアイゴストチャンネルにもアップをしたいと思います。では続いてはアイゴストコーチからのお知らせです。アイゴストコーチ運営事務局からのお知らせです。この度アイゴストコーチ2015年度の新しいポスターが出来上がりました。こちらに今貼ってあるんですけれども、AR 動画という仕組みになっておりまして、スマホをかざすと、動画が見れる仕組みになってます。今、ちょうどそのアプリを起動しているんですけれども、このように、選手の写真をかざすと今ダウンロードしてまして、はい、このように動画になるという仕組みになっております。で、こちらの動画は毎月更新されますので、シーズン通して、楽しめる内容になってます。試合会場ですとか、あとは、街中に貼ってありますので、皆さんこちらのポスター見かけた際はスマホで、動画をぜひ見てみてください。アイゴストコーチサッカースクールでは、現在2015年度のスクール生を募集中です。こちらは、3つのコースに分かれておりまして、無料体験を受付しております。詳しい内容は、アイゴストコーチのホームページをご覧ください。またアイゴストコーチでは、5月9日から大人のサッカースクールを開始します。こちらは大人の方が気軽に参加できる内容になっておりますので、私たちアイゴストコーチ事務局のスタッフも参加します。皆さん一緒にサッカーを楽しみましょう。以上、事務局からの連絡でした。マイエルンオートは信頼と安心の輸入車ディーラーとして28年、世界からいいものを安く、ご縁と地域貢献を大切に、コーチを元気にする活動に企業努力しています。お客様の大切なお車を私たちにお世話させてください。アイゴストと共に夢の実現を。私たちはアイゴストコーチを応援しています。アイゴストコーチからのお知らせでした。さあ続いてはアイゴスト .tv、 この番組恒例の企画、選手の漢字一文字です。選手の今シーズンの意気込みを漢字一文字で色紙に書いていただきました。さあそれぞれ発表していきたいと思います。この色紙は後ほどねプレゼントとしてまたご紹介しますのでお楽しみに。まずは岡田選手、漢字一文字何を書きましたか。どうぞ。今自信なさげに出しました。そろーって歩く、歩むですか。ちょっとマイクを持って。はい、そうです。あら、これを選んだのはなぜですか。ですね、まあ、僕の趣味でもある散歩にもかかってるんですけれど、うん、まあ僕の高校時代の
恩師じゃないですけど先生が言ってた歩くとか歩む歩くっていう字は、まあ、走るとかと違って少し止まるって書いて歩くっていう字なんですけど、まあ少し止まってもいいじゃないかと、必ずしもずっと進んでるわけじゃなくて少し止まってまた進めばいいと、まあうちらは、まあ、止まってる時間はないんですけれども、ただまあその僕らだけじゃなくファンの方と一緒に共に歩んでいきたいなっていう思いも込めて、また僕の好きな漢字でもあるし趣味でもあるしということで歩くっていう字を書かせていただきました。深い。あれ、いやすごい、少し止まってもいいじゃないか。そうですね、では歩く、はい、うわいいですねこの漢字、はい、うん、分かりました。岡田慎之助選手の今年の漢字は歩くでした。では横竹選手はいかがでしょうか。じゃん、じゃじゃん、お、進む、進む、これも前に行くイメージですね、うん、そうですね、あのチームのスローガンでもある全力進化 の進むでもあるし、やっぱり僕たちはやっぱり前に進んでいって、で次のステージにステップアップして進んでいきたいっていう思いもあるので、うん、進むにしました、うん、ねえ、チームのスローガンが全力進化、全力で進んでいくよってことですもんね。はい、うん、分かりました。横竹選手は進むでした。では酒井選手はどうでしょうか。踊る、役です。お、こっちじゃない、こっちじゃない、踊るじゃない、踊るじゃない、役です、はい、はい、躍動の役、役です、うん、はい、まあ、去年は結構我慢の年だったんで、はい、まあ、今年は、まあ、飛躍という意味も込めて、でなおかつ勢いよく動き回る、まあ、アイゴストも自分も、まあ、飛躍できればいいという意味も込めて、うん、役にしました。いろんな意味を込めてるんですね。はい、はい、それぞれね3人の選手この一文字にたくさんの思いをね込めていただきましたが、これねちゃんとサインもね書いてくださってます。今日の日付とサインとそして漢字一文字を書いていただきました。さあこの色紙ですが抽選で今この番組をご覧の方々にプレゼントしたいと思います。この宛先なんですが住所、お名前、電話番号、そして希望の、ね、選手の名前を書いて送ってください。メールでの受付となります。アドレスは info@igosso.co.jp info@igosso.co.jp となります。ちなみにですねこの色紙にプラス、はい、今年のカレンダーもつけちゃいます。これなんとですね4月はというと、あ、岡田選手が出てますね。かっこいいじゃないですかこの写真。めっちゃ恥ずかしかったですそれ。いやこれちょっとポーズやってください。これいいですねこれ。豪華ね、これみんなの写真があって最後には全員集合、いいですねこれ。月をめくるのが楽しくなりそうです。はい、このプレゼントもしっかりとつけて抽選で差し上げたいと思います。そしてプレゼント実はもう一つあるんです。バイエルンオートの山本しおりさんから。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、はい、私どもがデビュー当時からずっと応援しておりますイチムジンがこの後実はスペシャルゲストでね、今日は熱い、サッカー談義をしていただくことになってるんですけれども、その一無人の CD をプレゼントしたいと思います。はい、これなんと実は中を開けると、はい、サイン入りです。今日書いていただいた、はいはいはい、書きたてほやほやのサインです。いやこの CD 欲しいですね。欲しい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 欲どうぞしません、どうぞしません、どうぞしません、これどうしたらいいんですか。視聴者の皆さんも我こそって方を送っていただくということで、はい、ありがとうございます。たくさんの応募お待ちしてます。
はい、こちらもご応募お待ちしています。もちろんこの CD もですね、アイゴストコーチのカレンダーをつけてお渡ししたいと思います。さあ、ということでここまでは選手の皆さんにね、お話を伺っていきましたが、この後ですね、いよいよ一無人の登場となります。3人の選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今後も頑張ってくださいね。はい、どこといいですか。どうぞどうぞどうぞ、待ってました。ですね、まあ、去年に引き続き今年もなんですけれど、毎試合ごとやっぱ家族での応援がすごく増えていて、でサポーターの方々の声援がすごく僕らにとっても大きな励みになっているので、ぜひその今後の試合にもぜひ家族で来ていただければとありがたい、来ていただければすごくありがたいですし、今はすごく入場料も無料で、やっぱすごく来やすい環境になっていると思うので、ぜひ基本的に日曜日試合になるので、ぜひ日曜日は試合に来ていただければと思いますし、直近の試合でいうと5月の10日に、まあどの試合も負けられないんですけれども、今首位の今治さんとの春野でやるので、ぜひ応援来ていただければと思いますし、その日はイベントもあるので、ぜひご家族で来ていただければありがたいので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、さあ、神々です。お願いします。この試合なんですが、5月10日の日曜日午後2時キックオフ、春の陸上競技場にてあの FC 今治との対戦となりますので、これはぜひ皆さんにも来ていただきたいです。お子さんと一緒に、ご家族皆さんでぜひ応援に来てください。さあ、それではここで選手の皆さんと一無人の皆さんによる VTR がありますので、ご覧ください。はい、さてここからは私一無人の山下が司会となりまして、選手とともに、サッカーについて熱く語っていきたいと思います。選手の皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして、チャッピー翼龍也です。よろしくお願いします。まずはですね、今季四国リーグ始まったわけですけど、去年と違うアイゴストっていうのはどういう魅力でしょうか、チャッピー。まあ、そうですね、去年と、まあ、同じところで言うとすごい明るいところとか仲のいいところがすごくいいところで、違うところで言うとやっぱり去年よりライバル関係がすごく激しくて、ポジション争いも激しいので、逆に試合の時には誰が出ても変わらないアイゴストの強さが見れると思います。いいですね。まだ去年の選手層が厚くなったということですよね。そうですね、はい、はい。今季からのアイゴストに加入しました。翼はどうですか。そうですね、すごく平均的に年齢が若いので、自分がもっと引っ張って頑張っていかないといけないっていう気持ちが本当に強い。ちなみにいくつでしたっけ。僕は今年26になります。26でちょっと上ってことはみんなかなり若いですね。若いですね、はい。
高知に来ていかがですか。高知に来て本当あの選手がいろんなところに連れててくれるんで、あの美味しい食べ物とか、あそうですね、はい、なんで、まあ、もっともっといろんな高知の良さを知りたいと思いますけど、はい、あざます、そしたらリュウ君どうですかね。はい、まあ、2年前にも在籍してたんですけど、はい、かなりレベルも個人個人が上がってて、でチームとしても、まあ、このレベルもかなり上がってるので、環境がなんか変わったんですよね、2年前と違って。そうですね、はい、もう僕がいた時は朝から仕事して、で夕方に大体終わって、で夜7時からトレーニングっていう環境で、まあ、土のグラウンドでしたし、今では朝9時半からのトレーニングで天然芝なので全然違いますね。もうガラッと変わりましたね。やっぱ土で練習するのと怪我とかの具合とか、やっぱ疲労度も違うんですかね、天然芝と。うん、そうですね、でも天然芝も天然芝なりの疲労がかなり、まあけど試合は天然芝でやってるんですもんね。そうですね、そしたら芝でやらないと意味ないですよね。そうですね、はい、練習からね、はい、まあ、結構ね今年入ってまたあの全然あの環境が大きくまた変わっていってるということで、まあ4連勝もね、しまして、まあ今年は必ず、まあ、全勝するますよね。はい、え、そうでしょ。そのつもりです。そのつもりですよね、はい、まあ、しないと意味がないですよね。ダントツでやっぱりあの四国リーグ優勝してもらわないと、まあ、目指す場所はやっぱり J リーグ。そうですね、はい、高知から J リーグ、自分の中でこうイメージってあります。ちゃんまあトントン拍子でいけたらすごいいいなと思いますね。翼くんは、前 J リーグ J2 でしたっけ。 J1J1 も経験ありますし、J2 で去年 J3 でした、うんうん、はい、どうです、そのアイゴストの今のレベルっていうのは、こうどんどん上がっていけそうなイメージはありますか。まだ1ヶ月しかね経ってないですけど、加入して。そうですね、いや、あの本当に若い選手が多いんで、本当にこう何かきっかけをつかめばなんか化けてくれそうな選手がたくさんいるので、まあそういう選手がいっぱいいれば、うん、必ず J リーグに行って活躍できると思います。まあ、世界でも翼くんは、ね、アンダー入って日本代表でもやられてたとお聞きしましたが、まあ、その世界との違いっていうのをやっぱ肌で感じると感じるのは全然違うと思うんですけど、まあ、その辺をまたどうアイゴストにこう、なんていうのかな、あのアイゴストを良くするためにはどうしたらいいと思いますか。そうですね、まあ、僕ができることって言えば、あのピッチの中で、今までの経験を選手たちに伝えるじゃないですけど、まあ、プレーで見せたり、声をかけてあげたりっていう、そういうのをあの意識して日々やっています。はい、リュウは、去年まで東京にいましたけど、まあ、はい、東京と高知とまたレベルも違うと思います。まあ、リーグはもちろんまだ違いますし、どうですか、四国リーグ、その東京と比べてみて。そうですね、まあ、でも確実にレベルは上がっているので、関東のチームにもこう全然もう互角というか、それ以上に戦えるんじゃないですかね。はい、なんかすごくそういう意味では関東の、ね、チームとかと練習試合するのもいいですよね。そうですね、なんかこう測る場所が四国だけじゃなくて、やっぱ全国 の、 そういう、クラブチームというか、社会人チームとやっぱやることによって分かるじゃないですか。そうですね、やっぱそういう経験ってすごい大切だと思うんですけど、まあ、僕たち一部人もアメリカに行ってすごくね、あの刺激を受けたこともたくさんあって、やっぱりその経験せんと分からんことたくさんありますよね。ありますね、あの環境ってやっぱ大事だと思いますね。どこに身を置くかで自分 の、 そのやりたいことができるだったり、イメージが変わっていったりだとかっていうのはきっとあると思うので、たくさんね経験された方がいろいろ話し合って前に進んでいくっていうのは本当に大事なことだと思いますね。そうですね、まあ、あとやっぱりその環境っていう意味では、今年はどうですか、あのファンと の、 あの触れ合いとかってされました。ちっちゃっどうですか。まだあん、まあでもどうですかね。いや別にあの正直で全然いいと思うんですけど。ああ、キックオフパーティー、ちょっと僕体調不良で。あ、そうかそうか。あ、そうか。あ、ただ試合の時に今までやってなかった、うん、その試合のウォーミングアップの時にファンに挨拶をするっていうことを今年から始めて、まあ近くはないですけど、そういうところで少しずつ触れ合っていければなと。
この間ちょっとまあ僕はテレビで見たんですけど、松本山がですかね、本当に最初からあのチーム13年目で J1 にいたわけですけど、あのストーリーを見てるとやっぱりそのサポーターの人たちのその力というか、応援する最初も2人とか3人の応援から始まって、今は本当スタジアム本当埋め尽くすようなね、チームになってるじゃないですか。そういうことをこれからどんどんそのコーチの人にアピールするためにも、アイゴッソってどういうことをしていったらいいと思います？翼君どうぞ。そうですね、やっぱピッチの上で、僕たちができるのは、もちろん華麗なプレーとかうまいプレーで、楽しんでもらうのもそうなんですけど、やっぱ気持ちの強さだったり、絶対に負けないっていうそういうところを、よりサポーターの方は期待というか、そういうのを見に来ていると思うので、そういうところを前面に押し出したプレーだったりっていうのを増やしていきたいなと思います。僕らもやっぱ日本代表も見に行ってもやっぱり何が、サッカーも僕もやってたので、もちろん華麗なプレーとかその、サッカーやってない人には分からないようなプレーに感動はしますけど、一番やっぱ感動するのはどれぐらい その思いを持ってやられてるかっていうことが、その人 の そのオーラにつながってきたりとか、なんか負ける試合ってもうそういう空気になるじゃないですか。だから常に勝つ空気っていうのを、作ること、経験することっていうのが多分チームが一番強くなるなんか必須じゃないかなと思うんですけど、どうですか？その通りだと思いますね。やっぱ1人僕、2人僕たちやってますけど、やっぱり1人のそのオーラでやっぱり全然もうその場の空気感は変わりますし、たった1人の力がもう試合をひっくり返すことが絶対あると思うので、やっぱその思いの強さっていうのはね、必ず自分で変えていけることだと思うので、毎回毎回僕も意識しているんですけど、アイゴスの皆さんにもそうしてもらいたいなというふうに強く思います。そして実はですね、アイゴスのファンになっていただくためにもですね、今日はちょっとリュウヤがですね、ちょっと皆さんより身近になるために、なるほど、ちょっとアピールしてくれるみたいなので、僕知ってるんですよ。知ってるんですね。実は2年前に見せていただいて、それが僕はアニメが、ね、大好きで、なるほど、進撃の巨人っていうアニメーションが、もう今年映画化にもなりますよね。そうそうそう、はい、あの有名な、ね、キャラクターを、モノマネできるっていうのを知って、なるほど、はい、今日ぜひ、ね、ちょっとご披露していただきたいなと思って寝たらあかんよ。どうですか、小田川君。いや僕ちょっとこの漫画読んでないんで分かんないですけど。あ、見てないですか？よかったんですか？いや、もう完璧ですよ。手の角度と、あと僕には見えない、皆さんには見てないかもしれないですけど、見えない糸と勢いが出るんですよ。だからそれ全部見えました、僕。僕はただ単に龍也は身体能力が高いっていうのはよく分かりましたけどね。先ほどのやつ完璧です。ありがとうございます。はい、多分これで龍也ファンがねどんどん増えてくるから。増えてます。間違いなく増えてます。はい、よろしくお願いします。続いてはですね、多分そのサッカーを知らない方 のちょっと着目してですね、はい、今、四国リーグがあって、そのちょっとどこ J1 ってどこまでどうなんかなって、ちょ今僕実はここにグラフもないですからね、よく分かってないんですよね、僕もね、実は。じゃあちょっと教えてもらっていいですか？四国リーグを戦ってて今、はい、でそこを勝ち上がってその全国大会で優勝するとJFL に昇格できて、はい、でそこでまた1位とかになって J3、はい、で J2、J1 と、はい、J3 というのは最近できたんですか？そうですね、僕は知らなかったですけど。2年前です。2年前、去年。じゃああと JFL、J3、J2、あと4つ。そうですよね。みんな分かりました？分かりました。まず今のところは必ず優勝 していかなきゃいけない。とにかく優勝するしかない、ね、するしかないですね、多分ね、ダントツで勝っていかないと、うん、ギリギリの試合してたらダメってことですよね。要は四国リーグ内でそんなことしてちゃダメってことですよね。そうですね、はい、うん、今年ニュースにもなってますけど、今治の、はい、FC、 今治 FC ですかね、がオーナーが岡田監督と、はい、オカピーということで、オカピー、有名なオカピーですね、はいはい、あの
どうですか、対戦してみたいでしょうけど、なんかどう変わってるとかって気になりますか、やっぱり。多少やっぱ気になりますけど、うん、まあ相手がどんだけ変わったところで、うん、まあ僕らがやること変わらないんで。そうですよね。翼はどうですか。そうですね、まあ選手もそこまで去年と変わってないって聞いてるので、まあ勝つしかないんじゃないですかね。はい。リアどうですか。僕ももうやるしかない。さっきはやりきってくれたので、多分ちょっと疲れちゃった。高く飛んでましたからね。なんか3人から一無人に、まあ、今日実は初めて、はい、リュウアとは、だからも僕も会ってますけど、お二人には今日初めてちゃんと話をするんで、なんか質問とかありますか。ちょっと活動、僕らはやっぱ四国だけで活動してるんですけど、やっぱどんな活動をしてるか、そうです、ね、どこでとかすごい気になる。僕たちは、デビューする前から、まあ、東京でずっと大学から東京だったんですけど、高知に、大学生の時に、美術館でコンサートをした時、まだでメジャーデビューもしてない時ですけど、お客さんを満員集めれたんですよ。それは今までの友達とかみんな協力してやったんですけど、本当ゼロから、自分たち の, その活動を作っていって、で、まあ、高知からそれが出発 で, でそこからもう今11年目に、一文字になるんですけど、本当に東京、四国も全部やりましたし、40県ぐらいは、40都道府県は多分コンサートはさせてもらってます、はい、で今は、アメリカとかメキシコとか、去年はそのクラウドファンディングとね、多分アイゴスもしましたけど、全米ツアーを、回ってきました、はい、すごいですね。なるほど、ちょっとちっちゃい声。翼くん何かありますか。そうですね、まあサッカーもそうなんですけど、うまくいかない時とかってあると思うんですけど、そういう時はどうやってその乗り越えたり。そうなんです、そこで今実は今現在もやっぱり自分たち乗り越えていかないといけない壁がたくさんやっぱあるので、そういう時に、まあ、今二人でよく話しているのは、とにかくマイナスな言葉を言わないっていう、忘れ物をしたじゃなくて、するとかじゃなくて、置いてきたとか、そのなんか肯定するような喋り方に今変化させてます。そうですね、例えば忘れ物、まあ多かったんですけど、宇田川君よく忘れ物が特技だったんですけど、やっぱそれを忘れ物をしたというと、もう取り返しのつかないということになってしまうので、自分の中で負の連鎖みたいになってしまうんですよ。なのでそれを置いてきたっていう言葉に変換するだけで、あ、置いてこれるなら取ってこれるじゃないかっていう、次は、まあ、置いてきたものを持ってこよう、持っていけるイメージに変わってくるんですよ、言葉のニュアンスですけど、まあ、ね、だダメと思う、はい、マイナスなことを思うだけでやっぱりプレーってうまくいかないじゃないですか。やっぱりいいイメージの中で常に、プレーしないといけないと思うので、まあ、その辺すごい似てると思います。で本番もやっぱり人間なので、100% の演奏って、ノーミスの演奏っていうのもなかなかやっぱりできるもんじゃなくて、やっぱそういう時でも次にどうするか、終わった後の、まあ、反省としては、次のコンサートで今回できなかったことをどう表現するかとか、もう常にもう前しか向いてない、うん、あんま後ろあんま振り返ることないですよね。そうですね、うん、やっぱりいいイメージを持ってできないと、やっぱりいいイメージのものは作れないので、やっぱちょっとでもなんかちょっとマイナスのイメージがあると、そっちにやっぱり流れていくんですよ、その方が簡単だから。なあ、翼君は逆にどういうあれやってますか。メンタルトレーニングじゃないですけど、どういうふうな。そうですね、まあまたね、怪我というか、うん、病気になってからの、はい、その自分のモチベーションを上げていくとか、はい、すごい大変だったと思うんですけど、はい、まあ、怪我した時はまあ、その時は落ち込むんですけど、でも、まあ、しょうがないことなので、起きてしまったことはなんで、まあ、しょうがないって自分の中で思って、で次また復帰した時にどれだけ自分が変化できているのかとかっていうのを考えながらやったりとかします。なんか本田選手とかもやっぱ怪我を、怪我したからこそできることがあるっていう変換をするじゃないですか。なんかやっぱその、ね、天才じゃない人間が、まあ、僕たちも逆に言うとその、まあ、ギタリストの中では多分そんなに上手いわけじゃないと思うんですよ。世界でも一番上手いわけではないと思うんですけど、自分たちができることがあると思っているので、
まあ、言ったらサッカー選手なんてもう世界中にもう本当に腐るほどいるわけじゃないですか。その中でプロとして飯を食べていくことであったり、プレーして人を魅了することであったりっていうのは多分人それぞれ可能性があると思うんですよね、うん、だからなんかそういう考え方をすれば あんまりそう難しく考えずにもうとにかく自分を表現すればちゃんと人に伝わるんじゃないかなっていう、そういうふうに僕たちもね考えてやってますよね。まあ、そんなことも話しましたけどですね、あ、しゅんちゃん、はい、私、はい、見てください、これどうしたんですか、このピンバッジ、はい、見えますか、ちょっと皆さんめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいでしょ、アイゴストのピンバッジなんですよ。これはこれサポーター、そう、サポーターズクラブに入るとこれが手に入る。なるほど。え、次の試合っていつでしたっけ。リーグ戦は5月10日の日曜日になります、はいはい、ちょうど今場所ですね。ぜひ一無人のお二方もぜひ見に来ていただければ。忙しいと思いますが、行きたいですね。僕歌いたいです、そこで。あ、いいですね、歌ってほしいです、ね、歌手じゃないですギターじゃなくて歌いたい、応援したい、応援したいです。なんか僕も試合を、去年最終節の前だったかな、見させてもらって、やっぱり、ね、サポーター の応援であったりとか、やっぱ鳥肌立ちますよね、いちいちね。やっぱなんか入場の時とかもう緊張感すごいあるし、うん、なんかそういうのをぜひ皆さんと一緒にね体感できるようになって、はい、なんだろうな、本当にアイゴソという、まあ、チームを、全国的に世界的にもいろんな意味で知ってもらって、活躍してもらって、まあ、一番は多分コーチの、ね、人たちが応援しないと始まらないことですからね。絶対そうです、うん、ぜひ、ね、応援してもらいたいですよね、はいはい、じゃあもうそのちょっと強気発言をですね、ちょ皆さん3人とももらってから終わり締めたいと思うんですけど、はい、今年のまあ目標と、未来自分たちはどんなイメージになってどうなってるかっていう、ちょっとチャッピーからじゃあお願いします。まず今年リーグ戦優勝して、全国大会ももちろん優勝して、JFL に昇格して、将来的には必ず J1 で戦えるようなチームになっていきたいと思います。よっ、はい、柴田さん、はい、四国リーグをダントツで優勝して、で JFL、J3、J2 と、まあ険しい道だと思いますが、コーチの皆さんと一緒に勝ち上がっていきたいなと思います。じゃあ、龍也君お願いします。はい、そうですね、やっぱ一戦一戦しっかり目の前にあるものをしっかりこう倒して、でなおかつその四国リーグ優勝、JFL昇格に向けて全員が全力進化できるように頑張っていきますので、サポーターの皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。あとはね、一番多分これを目標で言ってもらいたいですけど、やっぱり日本代表になってもらいたいですよね。そうですね、ね、やっぱりここじゃないですか。だからそこを目指さずにサッカーやってても面白くないでしょ、逆にね。やっぱそれぐらいのちょっと強い思いをね、はい、持ってコーチからカリスマの、ね、サッカー選手がどんどん出てくれればもっと盛り上がってくると思いますので、ぜひ皆さん期待して、応援してください、よろしくお願いいたします。今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。5月24日カルポート大ホールでコンサートを行います。はい、19時からになっております。今ね SS 席がもういっぱいなので、はい、S 席と A 席があります。ぜひぜひお越しください。はい、今回はですね、吉田兄弟さんのために一緒にやるために、ジパングという新曲も、書きました。これは、世界初披露が高知で、行うことになりますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてアイゴソは、この日が、お昼、トラスター戦がね、日高の方であります、まあ、ぜひもちろん買って全員が来てくれるみたいなので、ですよですよ、皆さん楽しみにね、してみてください。ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。いいですか、乗っていいですか、乗るのは。いや、乗っても多分、買うことはできます。はい、買うことはできます。似合ってるんだもん。これ何人乗りなんですか。これは確か何人。何人乗りだったと思います。いいっすね。お待ちしております。はい頑張ります。頑張ります。さ
あ、ということでご覧いただいたように一無人のお二人もアイゴッソコーチに激励のためこのバイエルンオートにお越しくださいました。ぜひ皆さんもですねアイゴッソの試合を見てそして一無人の音色も楽しんでみてくださいね。そして5月はまだまだ四国サッカーリーグ続行中ということで5月17日、5月24日と試合は続きますということでね、本当にアイゴッソコーチの応援を普段してくださっている皆さん、そして初めてアイゴッソコーチのこの番組を見たという皆さんも、ぜひ応援に試合会場にお越しくださいね。皆さんのお越しをお待ちしています。ということで、アイゴッソ .tv 株式会社バイエルンオートの特設スタジオからお届けしました。ではまた次回。